旧制御令戦名、王洋純筆、元統制教授、貯水涼筆諸島の三大化とは、中国の当時代の初期に皇帝である大宗に仕えた諸の王家である、愚勢南、王洋純、貯水涼の三名を指す。諸島には、諸島の名人、大化が多数排出されたが、これは他の時代に類例を見ない。中でも、王洋純、愚勢南、貯水涼の三名を、 初頭の三大化と称し、この三大化に至って会所は最高の完成域に到達する。唐の歴史は三百年にわたり、そのうち流世期は文化でも発展を見た時代である。随末の反乱を平定して、唐朝を始めたのは、李縁で、唐朝案に定め、剣母として、武徳元年とした。しかし、間にその基礎を築いたのはその子、李性民の力が多大であった。 当代は、初頭、青頭、中頭、万頭の四期に分けることができ、三大化が活躍した初頭の時代は、長安を中心に、三千たる文化を育んだ時代である。会所の成立について、西川康氏が、陸長の書道の中で、持ち世共伐が、最も初期の遺品であるとしている。また、伏見沖隆氏は、この、持ち世共伐より三十数年古い。 物説無料受刑を示している。しかし、王義氏の書とされる、学期論、皇帝行などの会所作品は4世紀半ばに書かれたとされるため、親戚がなく、信憑性に乏しいが、会所の成立は王義氏前後まで遡ると思われる。5世紀末頃になって、北義隊、陸朝隊などと称される多くの会所の国籍が見られるようになり、その後、 時代を経て洗練され初等の会所に至る。三大家は共に、江南の出身で、王陽淳と、愚勢南はほとんど同年屋からで、どちらも八十歳を過ぎてから亡くなっている。貯水量は彼らより一世代若く、父の貯量が王陽淳の友人で、王陽淳は貯水量を高く評価していた。愚勢南が亡くなった時、諸法の後継者として議長が、体操に、 諸水量を推薦した。三体化は単に処方に優れていただけでなく、学者であり、官僚であった。当庁の任官の資格には、み、こと、藩の他に、書が必須とされており、三体化は、政治と文化の交わりの中で、高い地位にいた。大操が即位してから、公文官が置かれ、天下、権領の死を選び、王陽順、愚勢難、諸領らが選ばれて、 公文館学士の称号を与えられた。この職務を授けられることは、進化として大変名誉なことであり、彼らは政府の官僚でありながら、学士を兼ねたのである。公文館では、書を好んで学ぶ者、書の素質のある者を集め、応用順と愚性難は書法を教授し、ここから多くの農書が排出した。書頭の三大家に、節気日を加えて、 初頭の四大化と称す。また王陽淳は、会所の四大化の一人でもある。温泉名体操筆、等の第二大皇帝で、父の李縁と共に、東王朝を建国し、父の亡き後は、いわゆる上岸の地を行った、名天使である。当朝の三千たる文化はこの君主により始まった。書の方面では、王儀氏の書を愛好し、 上岸年間を通じてその親戚を集め、整理して、これを保護し、また当本を作って進化に与え、自分自身も書を学んだ。ことに行書、かすりに長寺、新氏名、温泉名など、必須有根な行書を残した。歴代帝王中、第一の農書と言われ、また有能な書家を重く用いたことにより、書頭の三大化が排出するなど、 書の黄金時代を検出するに至った。上岸二十年の書である。新史は、新王祠ともいい、春秋時代の新国の祖、投宿恐れを祀った死病で、三成招待元子にある。被学はかすりで、上岸二十年正月二十六日の九文字、名文は、行書で書いている。その内容は、父の酵祖とともに、随末の混乱時に兵を起こすにあたり、 真摯に文を祈願し、それから三十年後、酵素の後を受けて定位についた体操が神の徳に感謝したものである。体操が、高栗聖罰の木と、大元に滞在した時に作った文で、自ら書して、石踏みに刻させた。筆位は自由自在でわだかまりがなく、必須有根なその書は、行書で書かれた最古の石踏みでもある。本文二十八行。 各校44から50字であるが、石質が悪いため破損が多く、良い拓本がない。上岸22年、体操51歳の書。1908年、ポールペリオによって、豚甲石窟から搬出された残血の拓本で、前半を書くが見事な行書である。温泉とは、長安に近い臨東県の離山温泉のことで、その霊光や風物を除した分になっている。 体操は、しばしばここに行行し、後に、幻想が、八木ヒと共に有楽に吹けった場所としても有名である。文中、自身をちんと称していることや、よ、民などの体操の意味なが、引き結核されていないことなどから、体操の自作自筆とされている。被学は、三例で、上岸の二字が書かれ、理休の難問にあたる省用門内に、 疲労を作って安置されたと推測される。石踏みは早く失われ、この拓本の発見によって初めて世に出た。文字は、本邦にして気骨があり、絶品である。またこの拓本は、巻小本で48行あり、末尾に、永久4年8月31日、漁国孵化、岳史、という牧書がある。所有者が、永久4年、つまり、 検討してからわずか5年のうちに託したもので、真滅は全くない。ありがとうございます。